そう、今日はちょっと相談者がいてね、顔出しもできるらしい。この方有名な方らしくて、今日俺の放送に出るってツイートをしたみたいなんですよ。でそしたらそのツイートを見た人たちから、そいつは関わらない方がいいですとか、なんかすごい来てて、なんかすごい可愛らしい服やな。もしもし、僕のツイキャスは、シャットダウンで。申し訳ございません、失礼いたしました。はじめまして、お豆の煮込みと申します。本日はお世話になります、よろしくお願いいたします。あらあら、ご丁寧に。あ、おばさんっておっしゃってるんですけど、私おばさんではないので、それは控えていただけませんか。すいません、リスナーさんね、一旦そのコメントはやめていただいて、リスナーさんにお願いがあるんですけど、聞いていただけませんか。ちょっと待って、ビデオ通話今日するみたいな話だったと思うんですけど。できるんですけど、自分声優の、あのオーディションが控えてまして、差し支えが出る範囲でなければ顔出しは可能なんですけど。多分大丈夫だと思います。ドスッピンなので化粧してからでいいですか。化粧ってどれくらいで終わりますか。30秒くらいですか。そんな早くできたら嬉しいな。だいたい15分から30分ですね、うん、とりあえず最初の方に、あの外役として計画書みたいなのを自分の方で書いたので、そちらを見ながらお話ししたいんですけど、よろしいですか。化粧も同時進行なんですけども、メモ帳の方にメモってありまして。あ、じゃあ今化粧しながら通話している。そうですね、手は動いております。音はしないと思うんですけど。すごい器用ですね。不器用なんでちょっと止まってしまったら化粧がやばそうなんで、皆さんのコメントがあんまね、ごちゃごちゃ言わないように。点々点だった時だけお察しお願いします。はい、わかりました。で今回の相談内容なんですが、はい、計画書というのはだいたいこんぐらいかなっていうものを書いていまして。皆さん、自由なんですね。できればコメントあんま読まない方がいいかもしれないですね。これいつら社会不適合者なんで。そんなことないんですけど、素敵なリスナーさんだなと思いまして。そうなんですよ、素敵なんですよ、ね、最初に流されてしまったのはもう大変本当申し訳ございませんって自分がうっかりしておりまして、音を出してしまったんですよ。もともとこれですではありますので、大変申し訳ございませんでした。二度と同じヘマは踏まないように、後から自分で書き出しておきますので、申し訳ございません。はい、わかりました。ではちょっと内容の方、相談のね、今回はという話題でございます。大丈夫ですか、気持ち悪いって方は早急にお退出願いたいですね。性被害に遭ってしまったということなんですね。そうですね、なかなか難しいんですよ。私の方女性なんですよ。あの性別、わかります。それは筋トレして走り込みとか頑張っていたんですけど、なかなか難しく、で自分120キロを持てまして、握力の方は60キロあるんですけど、それでもかなわなかったんで、そんなもんなんですかね。120キロ持てるんですか。あ、持てますよ。なんなら200キロぐらいまで大丈夫です。そいつのこうね、ひねりちぎったらよかったのに。でも、まあ、でもさすがに難しいか。その人の将来潰しちゃうことになって、それはちょっと、2つの意味でね、確かに。まあ、じゃあちょっとお話を。そうですね、相手の方がブロックして逃げておりまして、コレコレさんの方には写真を DM と LINE の方に送らせていただいたんですけど、写真ですけど、このなんか黄色い卵みたいなの何ですか。これはアフターピルというものですね。こんなんなんだ、アフターピルって。じゃあこれ当てられたら、私コレコレさんのお願い一つ聞きます。はい、はい、質問です。いくらでしょうか。まあ大体1万5000円ぐらいじゃないの。ファイナルアンサー、はい、正解はこれ1万7200円です。なんかふざけてます。自分逆線の方が高いのが出てしまいましたね。あ、関東人ではないんですよ。関西人ってことですか。あ、そうです、出身の方は。あ、はいはいはい、面白い方ですね。まあでもちょっとね、内容的にあまりね、面白い話ではないので、被害内容ね。バッグの方も盗んでおりまして。バッグ、男の人とは まずどういった経緯で。ツイッターですね。私その人にすごいお出かけに誘われてるんですけど、私男性恐怖症なんで会うことすら難しいんですよ。待ってください、そのツイッターで出会ったわけじゃないですか。なんで会うようになったんですか、その男性恐怖症にもかかわらず。なんか探偵使って住所解き詰めてきて、家の前に帰ってきた時にもういたんですよ。相手が探偵を雇って、あなたの住所が特定されて、家に帰った時に玄関の前に相手がいた。でそのまんま家の中押し倒されて、まあ、性被害があったんですか。母がいたんで、その場合は大丈夫だったんですけど。だから どういう状況で二人きりになったん、結局。湾岸ミッドナイトというものを自分自身がプレイしておりまして。湾岸ミッドナイト、マリオカートのリアルバージョン。ああ、マリカのリアルバージョン、はい、それをやっている。ゲームをやらないかというお話だったので、それなら店員さんもいるし、ね、大丈夫かなと思って乗っちゃっ
ったんですよ車で。その人の車がリアルマリオカードに出てくる車みたいなんで一緒に乗ったってことですか。そうですね。ほんでどうなったの。最初はゲーセンに行く予定だったんですよ。なぜかホッに連れてかれまして。まあありがちなパターンですね、はい、そのまま部屋に入っちゃったんや、ね、無理やりされてしまったと。そうですね、行為自体は同意の上でやったけども中にッツみたいなのは同意じゃなかったみたいな、そういうパターンではなく。そういうパターンです。おっしゃってるパターンが2回目は完全に、1回目はそうですね、おっしゃってる通りです。1回目はじゃあ同意の上で、2回目が無理やりやられた。それは同じ日ですか。日はまたぎましたね、泊まりだったんで。ああなるほど。じゃあ泊まって、まあ、1回そういうことしてでちょっと一旦休憩して寝たりして、まあ、起きた後またしたみたいな。そうですね。それは同意ではなかったたんですか。果たして本当にその無理やりなのかっていう立証が難しいんですね。まあまあもちろんもちろんそうっすよね。なので一番いいのはお腹の子をこのまま産んでしまって DNA 鑑定が早い話なんですけど。ちょっと待ってください、どういうことですか。今妊娠してるんですか。してます。妊娠初期症状の全部当てはまって今入っておりますし。あれアフターピル飲んだんじゃないの。飲んでません。まだ飲んでない相手がそのお金出してくれないんで。自腹切って買ってだけど飲んでない。命と向き合う時間が欲しくて。ちなみにあれって多分72時間以内に飲まないと意味がないみたいな。これの場合は120時間以内という。そんなのあるんや。へえ。今何時間経ってるんですかこの事件から。1日経ったかどうかぐらいです。ああじゃあもう結構キンキンの話なんですねこれ。キンキン あの生ビールみたいに持ってきたんで、これこれさんのところに。はいはい。すみません、あのちょっとですね、あの妊娠初期症状はめちゃくちゃ早くないですか。中身は早くない。妊娠初期症状の一個手前の妊娠超初期症状っていうのがありまして、それに当てはまってしまったんで今のところちょっとやばいかなみたいなお話を先生の方から受けましたね。なんかすいません、相手の男性なのかなこれ。なんか相手の男性からなんか来てるんだけど、加害者の人は紬って人なの。そうですね、はい。なんか今ですね、その紬さんがお豆さん、あなたお豆さん、警察挟んで終わってるんですが、これこさんにいろいろ何を言ったか知りませんが、さらされてるみたいなので協力してくださる方は、これこさんに DM でその件を終わってると送ってくれると助かります。虚言ふざけんな、お前終わってる内容言って制約違反だからな、こいつ虚言ばっかキモすぎ、嘘つき野郎ふざけんな、マジで終わってること言って意味がわからんって、なんかすごいお怒りなんですけど、これ紬さんって今通話できますかね。これ結論から申し上げますと、つなぐのであれば私の方はミュートになりますがよろしいでしょうか。紬さんとは直接話したくないってことですね。じゃあ一旦話全部聞きましょうか。じゃあ1回目は合意の上だった、で2回目は合意の上なく、まあ、その中にされてしまった、で妊娠してるかもしれないからアフターピルを自分の自腹で購入した、でそのアフターピル代を出してほしくて今相談に来てるのかな。はい、おっしゃる通りです。今日は頭冴えてる話だったんですけど、2分の1って最初おっしゃってたのがだんだん3分の1とかなってきまして、そんなにお金に困っていらっしゃるんだったらもういらないので、もう二度と関わってほしくないっていうのが自分の気持ちなんですね。お金はもう結構なので。あ、もうお金はじゃあ払わなくていいんだ、アフターピル代は。そうですね、その代わりにもう二度と関わらないということで、私の住所の方を知っておりますので、それも晒さないとお約束していただけるのであれば、この話とこのツイートのツイッターの方を削除するという形ですね。それはこれこれさんの方でご確認していただけるのであれば、自分はこれこれさんに恩があるので、その恩は、うん、ちゃんとお返ししようという考えておりますね、はい。だからもう二度と関わらなければツイートを消すっていうのは晒してるのかな、はい、あなたがツイッターで。そうですね、ツイッター見るとですね、皆さん2日前には紬さんとお豆さんね、よしよしクレンジングとかもないんとか言うわけのわかんない、なんかイチャイチャツイートはやってますねなんだこの豚みたいな画像がどんどん来るんですけど、この紬さんとのやり取りでいくらくれます、1回ゴムあり、もちろん内緒、この DM 削除するもん目の前で割り切り1かなって、んこれ紬さんとパパ活みたいなしてたってことですか。はい。え、配信見てます、僕の。見てますよ。この DM って何なんですか、このなんか1かな5000円かなとか言ってってことで。これは作られた画像なので自分は何とも。作られた画像、え、これお豆さんがツイートしてるんじゃないのあ、すいません焦りました、自分の。そうですね、画像ですねいや ですよね、これ自分で作った DM なんですかこれって。あ、そうですね。え、本当ですかそれ。はい。じゃあその紬さんとの DM を捏造してツイートしたんですか。捏造はしておりません。え、これ今作ったんじゃないんですか。え、どっちなんですか、作ったんですか、これ作ってないんですか、どっちなんですか。加工前のものですね。じゃあこれは作っていない。はい。紬さんとなんで恋をしたかっていうと、お金が欲しくて
声したってことですか。そうですね、はい、ってなると無理やりラッコに連れてかれたっていう話は一体嘘ってことですか。嘘じゃないですよ。無理やりじゃなくないですか。1回目は同意でしたね。あ、いえ待てと、1回目と2回目で同じラブホッですよね。異なります。え、異なる。日をまたいで同じホッって言ってませんでした。日はまたぎましたね。泊まりだったんで起きた後またしたみたいな。そうですね。そうなんですか。申し訳ございません。違う場所でございます。わかりました。じゃあ1日目は無理やりラブホッでね連れて行かれてないってことですか。同意という形ですね。ちなみにいくらもらったんですか。5000円ですね。2回目の時にドライブかと思ったらラブホに連れてかれて無理やり部屋に入れられたってことですか。そうですね、はい、おっしゃる通りです。あー、なるほど。ちょっと一旦経緯は置いといて、ひとまず2回目の時に合意の上なく中にてしまったってことですね。でそのピル代を払ってほしいっていう話だったけども、まあ、相手から連絡もないから金輪税関わらなければもうツイッターのツイートも消すし、はい、こちらから関わることもない。おっしゃる通りです。 LINE 紬との LINE 性欲さ、次会う時押さえてもらう、車の中はすごく嫌だった、やめてもらえないのはちょっと今後会うことを検討する、ごめんなさい。そうやってすぐ別れるみたいなら別れてもいいじゃん。分かった、ありがとう、さよなら。さよなら、なんやこれ。これはトイレの、うん、公衆トイレ？こうにって紬さんがおっしゃるんで、それ渡部やんって突っ込んだんですよ。トイレでやろうとしたってことですか？トイレでやらないかと言われましたね。結局付き合っているんですかね、これは。別れるって話であるなら。そうみたいですね、彼の方は。うん？まあ、ひとまず話としては終わりかな、これで。紬さんが通話に上がれるみたいなんですけど、3人で話した方が良くないですか。どうぞ。でもその前にあのビデオ通話 いかがでしょう、そろそろ。はい、じゃあ出しますね。どうぞ。あ、はい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 。前髪がボサボサ。あ、ちょっとなんかアングルがちょっと髪の毛があのボサついてまして。いや、思ったよりですよ。僕はあのいろんなあの化け物見てきたんですけど、インコおばさんだなんだとかミッフィーおばさんとかいろいろ見てきたんですよ。あの全然なんかあのすごい可愛らしいですね、服が。それ何の服ですか。なんか AKB48 みたいな。これアマベルという服ですね。へえ、ベレー帽。うわ、なんかすごい。カードキャプターさくらみたいな。アパーホテルの社長や。カードキャプターさくらに見えてきた。いや、ありがとうございます。ちなみにあのすみません、あの最初に聞いてなかったんですね、あのご年齢とかっては聞いてもいいんですかね。アバウトでいいんだでしたら。あ、アバウトでもいいですよ、はい。事務政治しております。それは分かります。まあ、私成人済みの女性ということでね。ああ、なるほど、分かりました。面白いっすね。わかりました。まあでもね、あのあなたの話が本当であれば暴行とかね、傷害罪にね該当するんで。じゃあちょっと一旦あの紬さんを入れてのグループになるので、一回じゃあ切りますね。はいはい、ちょっとお待ちください。はい、失礼いたします。ちょ、紬さんとこちらの方は今呼びます。お豆さん、本人ミュートになってるんですけど。ああ、ちょっと一旦ん、あー、お豆さんなんかお手洗いに行かれましたね今。じゃあ僕の方から軽く今回の件説明しても大丈夫ですか。あー、はいはい、お願いします。まず DM でお話をしてて、で向こうがお金に困ってるっていう話で、1回いくらでどうみたいな言われたんですよ。まあ僕的にはまあまあいいですよって言ったんですけど。つむぎさんって何歳なんですか。29です。交際的なことはしたのは事実なんですか。する前にお付き合いの方をすることに なってって感じです、うん、な、この話で最初はやり取りしてたけど結局付き合うことになったから恋人としてホテルに行ったってこと。そうです。じゃあお金とかも払ってないってことか。いや、その後お金に困ってるっていうことで5000円は渡しました。確かに付き合ってるやり取りみたいなのあんのな。例えばその時会う前に付き合いますみたいな、はい、そのやり取りはあんの。やり取りはちょっと僕の方消しちゃったんですけど。消した。はい、警察の方で行ってきたんですよ。で実際にそのお豆さんとの意味わかんない、なんで警察沙汰になってんの。警察から連絡が来て、あのバッグのことで。最初え、盗んだバッグとかやつ。いや、盗んでないです。盗んでない。じゃあ何なの。そのまんま僕の車に相手が置いてって後ろの席に。あー、で警察を通して返したってことね。そうです。車に置き忘れたバッグってことか。でちなみになんだけど、そのホテルで2回したみたいな風に言ってたんだけど、お豆さんは。それは事実なの。はい、事実です。2回目の方は同意の上なく、まあその否認具なしで恋だったって話ですけど。いや違います。否認具はつけていた。いや、つけてないです。本人がしなくていいって、中に
でって言ったんで、そうしました。ってなると、じゃああなたはこのお豆さんの子供をがもし妊娠した場合は一緒に育てる意思があったってことですか？あ、そうなればもちろん、まあ、どういう形であれば責任はもちろん取りますって思ってました。なるほど。まあ、ひとまずでも今お豆さんがもし仮に妊娠してた場合は、まあ、僕はアフターピル代ぐらいは出してやれよと思うけど。あ、それはまあ僕も出します、そうなったら。まだ妊娠してかどうかわからんって話ね、はい。お豆さん、ここでミュートにされてしまうと、お豆さんが嘘をついてどうしようもない状況になってしまったから逃げてるとしか思えないんですが。あ、はいはい、戻りました。はいはいはい。付き合ってたっていう話と、あとは同意の上でなんかその自分から中に欲しいみたいな言われて出したって言ってましたけど。いえ、全く。じゃあこのつむぎさんが嘘をついてるってことですか？そういうふうに存じ上げます。はい。まあでもちょっと今話を聞いた感じだと、お豆さんがちょっと嘘ついてるんじゃないかなと思ったりも。まあでもそこのなんかもう密室での話って、どっちが本当のこと言ったかもう正直分からんので。まあだからアフターピールさ、普通に半額出したら、あの結局ね、後始末するのは女性の方やから、まあだから全額とは言わんけど半額ぐらいは出したらって思うけど。今後一切関わりませんし、自分の方も削除します。はい、つむぎさんどうですか？正直言って確かにしたのはしたで、まあ、僕も悪いんですけど、警察とかにもその僕がバッグを盗んだっていう風に話してたりとか、ツイートですよね、ツイートをこの子の晒されてるんですよ僕。それはね、君がね、一時の気の迷いでね、やりたくてこいつと関わったの自分の責任じゃね。まあまあそうですけど、その後あの警察の人と間を挟んで制約を、盲信状のやつを書いたんですよ。盲信状なんなんですかそれ？私は代々といついつ会いましたみたいな、そうなんか時系列書きみたいなやつです。でそれでこの人もあの僕とは一切関わりたくないって他の方にこう言ってて、でお互い一致してますねみたいな。でそれで警察の方で誓約書として、うん、僕に関するツイートを一切しない、僕に対するツイートを消す、うん、で今後一切関わらない、会わない、連絡取らない、うん、まあまあ関わるなってことです。それってお互いサインしたんですか？それお互いサインしたの、それとも口頭の話なの？警察署で僕が書いて、警察の人がそっちにバッグ返しに行くときに持って行ってるはずなんですよ。でそれで警察の人からは訴えれるっていう風に揃ってるので、訴えようと思えば訴えれるけどみたいなっていう感じにはもう言われてるので、こっちは。いやそれが本当かわからんから、こっちからすると。でか訴えれるなら訴えたらいいじゃん。じゃあそれはだから相手の出方を見てって思って、でそれでこれこれさんの悪に晒してるからハッチが開くねって思って訴えようって思ってます。ああ、じゃあ現時点でもう訴える気でいるってことね。あ、そうです。もう他の方からも情報をもらったりとかしてます、うん、DM で。なるほどなるほど。まあじゃあ払わんくていいと思うわ、はい。お豆さんだそうです。お豆さんが嘘ばっかつくからも訴えるらしいですけど、今の話はどうですか？聞いてみて。今写真送ったので。この写真は一体何ですか？その DM には身に覚えがありません、払う義務もないし、ホテル代僕が自分で返すって言ったのに実際そうされますね、お疲れ様ですって書いてあるんですよ。つむぎさん、これはどういう意味ですか？それはそのお付き合いしてホテル行ってる時に、この子がホテル代とか返すねって言ったんです。ホテル代とか返すね、つむぎさんが払ったんですね、はい。じゃあ全部僕が払いました、ホテル代も、うん、でそれご飯代も。でそれで返すねって言ってたんで、返すその額とピル代がちょうど同じくらいなので、じゃあそれで相殺されるよねっていう話です。あー、そういうことね、はいはいはい。じゃあこっちはそのホテル代返せなくていいから、じゃあピル代はなしねっていう意味で最初言いました、それは。あー、そういう意味か。だそうです。お前さん、今初耳なんですけど、あなたどこでそれをおっしゃってました？今初耳ですよ、私びっくりしてます。変な女の人に、まあ、僕が捕まったのが悪いんですけど。まあでももう訴えるみたいな話になるんだと、もうこれ以上話してもしょうがないけど。でもお豆さん、もし嘘をついてるんだったら、でもそこはちょっと正直に話してほしいけどね。この子が実際に襲われたって嘘をついて、実際に警察に届け出されてる、うん、ツイッターのそのまま出回ってるので、警察挟んで話した内容をもう破ってるので、僕はもう普通にもう届け出を出そうって思ってます。僕はてか誓約書みたいなお互い持ってるもんじゃないの？持ってないの？いや持ってないですよ、僕も。その警察の方から伝えてって感じです。こんな可愛らしい子が。でもどうですか、今話を聞いてみて。もともとホテル代とか飯代はあの全部後で返すねって言ったから、ちょうどそれが 17,200円ぐらいだったと。だからピル代はあのそれで相殺になるねって話みたいですよ。初耳なんですけど、一切その紙についてお伺いしてないんで、初耳でちょっと脳みそが混乱してまして、その紙というのは何の話なんでしょうか。まだ届いてないってことかな。じゃあそれはお手元にないですね。まだバッグも届いていない。
あ、バッグもないですってなると、じゃあまあもしかしたら今後来るのか。まあでもひとまずお豆さんなんか晒してるみたいですけど、一旦それ消すことってできます？あ、できます。でちなみに無理やりやられたみたいな話だったんですけど、つむぎさんに聞いたところ、むしろ自分から中に欲しいみたいな言ってましたけど、お付き合いをする覚悟があって、うん、もし授かり物ができた場合は、うん、自分はしっかりと向き合うというお話はしたんですけど、自分から中にというようなちょっと点点点点点、今の話、授かり物ができる状況での行為ってことは、まあその否認具なしでやることに関しては、まあ合意の上だったってことですか？そうなりますね。ってなるとですね、否認具つけてほしいって話だったのに、同意もなく否認具つけずにやられたっていう話は、じゃあやはり嘘だったということになりますかね。そうですね、そこに書いてある自分は否認具ありでの性交渉と聞いていたので、どんどん情報がアップグレードされていくな、これ。中に私が言ったんでしたらわからないんですけど、付き合った後だから否認具なしでいいっていう話だったんじゃないですか？あ、そうですね、おっしゃる通りです、うん、そうですよね、はい、うんうん、お豆さん顔は出してもらうことできますかね？すいません、ちょっと自分別のことでやってまして、個人情報のものを書いてるんでちょっと難しいんですけど履歴書アルバイトの面接なんで書いてるんで、ちょっとご遠慮したいんですけど。今相談に乗ってもらいながらアルバイトの面接の履歴書を書いている。出すことは可能なんですけど、そちらを伏せてなら。顔だけでいいですよ、全然。器用な方ですね、うん、とりあえずじゃあつむぎさん、今お豆さんが、まあ、結局ではなかったというのは認めてくださったんで、まあ、そこに関してはもうね、事実無根だったということで、はい、でちなみにこれって会うまでどれくらいかかりました？ツイッターで出会ってから6時間くらいだと思います。6時間前は5時間とか5時間前どういうこと、意味がわからない。5時間前のやり取りです。会うじゃあ 5,6 時間やり取りして会ったってことですか？そうです。なるほど。追加数開けない？終わったの？終わってない、まだ話してる。バイバイ。はお前ってバイバイじゃないかな。紬さんって本当に29歳ですか？え、そうです。いや、本当に29歳です。お豆さん、顔は出せますか？画面をシェアどうなんですかね。ビデオツアー開始みたいな多分あると思うんですけど。自分、日本語がちょっとあんま得意じゃなくて。いや、だいぶ流暢に話してましたよ。もともとはネイティブの方の入ってるので。ハーフですか？ハーフではありますね。さっき関西人だからおもろいこと言うんだみたいな感じだったけど。誰か追加数開けなの。おい、つむぎうるせえぞ。すいません。動画をシェア、どこだ？まあ後でいいですよ、また個人ツアーの時で。うん、ごめんなさい、機械音痴で。結局つむぎさんもう二度と関わらなければこれそれでいいんですよね、この話は。あ、そうです、はい。でお豆さんも。はい。じゃあもう金輪際お互いこれ以降ツイートもしないということを今ここで約束してお別れでいいんじゃないですか？はい、僕は全然約束できます。はい、わかりました。じゃあつむぎさんとか、まあ、あとはお豆さんもねツイート多分されてると思うんで、それもじゃあ一切消していただいて、これ以降関わらないということで。はい、わかりました。じゃあありがとうございました皆さん。じゃあちょっとお豆さんとね2人で、アフタートークをね。あー、お豆さんすいません。いや、お疲れ様でした本当に。これくらいさんもお忙しい中お時間を先に。いやいやいや、じゃあちょっとビデオツアーをしていただけたら。自分ちょっと40とか書かれててドン引きしちゃってて。あー、すいません、社会不適合者のリスナーたちが。申し訳ない。親友からこっそりと送っていただいて。40ではないです。まあでね、お豆さんちょっと話ね、もちろん戻すんですが、ね、はい、嘘をねついたらちょっとやっぱダメですよ。申し訳ございませんでした。はい、今後二度と嘘つきません、はい、あー、それもちょっと嘘くさいですけど、これあと自分で作成して母印をして母親に提出するので、二度と嘘をつきませんっていうこと。母親にですか？はい、それはしなくてもいいかと。成人してるんですけど、一応。あ、分かってます。まあ、なので嘘のツイートは全部消すっていうのと、 5,6 時間ちょっとやり取りしただけであったみたいな話でしたけど、やっぱそんなのでね、うまいこと人間関係築けませんよ。そう、おっしゃった通りですね。うん、まあじゃあもう二度と嘘つかないように。かしこまりました。じゃあ僕から以上です。何かありますか？これこれさん、私今回解決してくださったという形ではないですか？ああ、まあはい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 。見返りで自分は何を差し上げれば。できればですね、今ねちょうどこれこれぬいぐるみっていうね、もうあとちょっとで受注生産が終わってしまうこれこれぬいが発売中なんですよ。できればこれをね大事に飾っていただけたらなと思ったんですけど、まあお金がないのはでもいいです。ああ、皆さんどうやらですね、見返りはビデオ通話らしいです。なんて楽なんだ、さっきしたことをすればいいだけっていう。顔出ししたらこのぬいぐるみプレゼントをくれませんか？私23になったばっかりなんですよ。
23歳になったんですか？3月14日誕生日で、おめでとうございます。ありがとうございます。なったばかりではない、もう2ヶ月ぐらい経ってますけどねおっしゃる通りですね。じゃあ最後になんかこれこれさん私に言っていただきたいとかなんかそんなセリフとかってなかったりしあるわけないですよね、そんな大手の方に。ないです、はい、ですいません、ここで、問題です、はい、あなたの干支は？タツです。タツ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。お前ら合ってる？これ合ってるの？合ってる、素晴らしい。23歳おめでとう。はい、ありがとうございます。なんか先ほどなんかネイティブみたいな話ありましたけど、どこの自分、英語コミュニケーション専攻卒業なのでネイティブの先生とお関わりがありますねあ、自分がハーフとかそういうわけではないってことね。ちょっとそれも嘘ついちゃいましてごめんなさい。って言ってはないんですけど、はい、なんか喋れるんですか英語みたいな？はい。お、ちょっとじゃあ英語でいいですか？はい。お、oh, How are you? I'm fine. Very, very fine. Thank you. ちょっと英語で、英語でなんか自己紹介みたいなしてもらっていいですか？ Hello.、My name is おまめのにこみ。Please call me おまめ。I like a peach.Very, very like. thank you listening to it. Goodbye. Have a nice day. 以上です。簡単な英語です。桃が好きってことですか？あ、桃がこの世界の中で一番好きです。桃を送ってくださった方にはちょっと惚れちゃうレベルで好きなんですよ。なるほどね。いや、お豆さんめっちゃいいギャラしてますわ、ほんまに。ありがとうございます。いただき感激でございます。寝てるこれまあまあ分かりました。またなんかねあればあの全然あの連絡していただけたら。あ、ほんまですか。ありがとうございます。これこれさんはやっぱりお心の広い方ですね。京都の方ですか？なんか、あ、もともとはそうです。関西というのは京都の方の出身でございますはい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 、まあまあいい人と出会えるといいですね、ご縁があればはい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 。じゃあありがとうございました、本当に長々と。はい、ありがとうございました。こちらの方、方を時間あの割いていただき、私の方はとても感謝しておりますので、はい、これこれさんのご恩はいつかお返しできたらなと。あ、はい、わかりました。じゃあアルバイトのね、あの面接頑張ってください。ありがとうございます。ほな失礼させていただきます。ありがとうございました。失礼いたしますほな失礼させていただきますなんだこいつ